どうも、キューティク世界マドです。おいでしょ、すね。痒くないです。明らかに痒いだろ。というわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでいます。うわー、こんばんは。あー、先生ー。いやー、ミスター関、元ローマ教皇、エッグベネディクト2世。うまそうだな。今回の都市伝説は数々の謎に包まれた古代の遺物ピラミッド、それは宇宙とコンタクトを取るために作られたものだったんだ。というわけでですね、今回そのピラミッドの真実について触れていきたいと思います。エジプトやメキシコ、秦の始皇帝陵など世界中に存在するピラミッド、通説では奴隷たちの強制労働によって作られた王の墓という説が一般的だけれども、墓がこんなに巨大なはずがないという声もあるのね。他にはエネルギー装置だといった説や、文明が滅びた時に復興するためのスターターキットのようなものであるという説、異次元への入り口だといった説もあるのよ。しかし調べたところ墓であることは間違いなさそうなのね。ではなぜ古代の王たちはここまで巨大な墓を建てさせたのか。それは古代人が宇宙人と接触していたからなのよ。そして王の墓を巨大にしたのは神が人類に知恵を与えたからと言われているけれども、実は死者を天界に返す異次元へのトンネルだったという説が近年浮上してるのね。あのアレスター・クロウリーってやつね、ピラミッドでその天使と交信したってことでしょ、だからつまり異次元とのつながりがあるのかもしれないよね。なるほどね。もしそうであればとんでも説の一つである異次元への入り口説も信憑性を帯びてくるのよ。その証拠に多くのピラミッドには天文学的なテキストが多く描かれてるのね。そしてエジプトのピラミッドで発見された多くの棺は40トンから70トン以上の重さで、複数の人間がいても運ぶことはできない。さらに埋葬される部屋は入り口から遠く離れた位置にある。そのため反重力を使って運んでいたのではないかと言われてる。片手で持ってきてるのね。大活躍したから。そしてエササニという惑星に住む宇宙人とチャネリングすることができるダリル・アンカ氏は、ミスター都市伝説関明夫氏との対談で、ピラミッドは音を利用して作られ、周波数によって物体を浮かせる技術が当時存在していたと言っていたのよ。あのね、左大声出すおじさんでしょ、びっくりした。別の感想あるだろう。そしてエジプトにはライオンと人間のキメラ、スフィンクスを筆頭にキメラの像が多く発見されてるのよ。そして古代宇宙飛行施設でよく言われる宇宙人が人類を作ったというのが事実だとすれば、当時の宇宙人は人工受精の技術を持っており、様々な動物の遺伝子を掛け合わせる研究をしていたのだろうかと予測できる。体内のやつが自体に親父の人工してる。そしてそのヒントはメキシコのマヤ文明に存在するのよ。メキシコパレンキ神殿に存在するパカル王の石棺、そこには航空機に乗ったパカル王が宇宙に旅立つ様子が描かれてるんだよ。このような概念を持つ民族は世界中至る所に存在し、インドネシアのトラジャ族は死は来世へ向かうまでの過程であると考えてるのね。2チャンネルあるお前。そしてトラジャ族の葬儀は船の形をした棺で故人を弔うというもので、この風習は今も続いてるのよ。トラジャ族ってね、葬儀が間に合ってなくて10年ぐらい待ってるミイラがね多くいるみたいな。腐ってんじゃねえか。そしてトラジャとは高地から来たものという意味で、その祖先は空を飛ぶ船で地に降り立ったと語られてんのよ。つまりトラジャ族の祖先は UFO に乗って地球にやってきた宇宙人だというのね。そして彼らの文化では個人は死後この船で元いた星に帰ると考えており、トラジャ族が古代から続くこの風習を今も続ける理由は、この風習を続ければ自分たちも神に会えるかもしれないと信じているからなのよ。勘違い民族だな。民族嫌いなのか。そしてピラミッドなどの古代の墓がなぜ巨大なのか、その最も重要なヒントが隠された場所こそ大阪府堺市。堺市には仁徳天皇陵と呼ばれる大仙陵古墳が存在し、2019年に世界文化遺産に登録されたことは記憶に新しいよね。そして仁徳天皇陵は5世紀に建設されたと言われ、大きさはギザのピラミッドの2倍、鍵穴のような形をしているけれども、その形は上空からしか確認することができないのよ。当時飛行能力を持った超人や東京タワーのような巨大な建造物は存在していない。ではなぜ地上からは確認できない形で作られたのだろうか。これは神と呼ばれる宇宙人が個人を引き取りに来る際に目印としてこのような作りになったのではないだろうかと考えられるのね。古墳の調査ってね、全然進んでないでしょ。なぜかっていうと、もう調査終わってるのかもしれない。なるほどね。でそこには何もなかった。なかった。宇宙に行っちゃったから。
そして大阪のすぐ近くにある奈良県法隆寺の五重の塔、ここには明らかに地球人ではないものの像が存在するのね。美術0点だろ。どの観点からだ。